前半40分を経過して3対1。どうでしょうね、はい、縦パス通りました。シニョーリがいる。シニョーリがドリブルで持っていく。シニョーリマークなし。キーパーと一体。まあオフサイドギリギリ切り抜けてですね、これドクスパよく見てるんですよ。シニョーリに蹴らす。